アキナの飽きないチャンネル。やっとです。はい、今回、はい、僕の念願のね、ピザ作り、はい、ありがとうキャプテン。いいえ、もうとんでもない。それは本当にやっぱり僕がもう今まであの前回もね、お豆のやつやらしてもうたんで、うん、今回は、うん、いや、お豆のおうち作りもすごい楽しい。はい、初めてと言っていいぐらい、荒れませんでした。コメント欄がないと、はい、幸せにあふれておりました。よかった、はい、お父さんとお母さん後日なんか言ってますか？何も言ってないです、ま、はい、大丈夫です。すごく幸せそうです。いや嬉しい、ほんま。今日でもね、うん、暑いから一応ね、うん、ちょっと持ってきました ね、完璧やん、うん、自分だけではちょっとずるいかなと思って。え、どういうこと？みんなの分？いや、秋山くんにね、ちょっと。え、俺の分持ってきました。嘘？はい。これ何？これ日よけの帽子です。これが首。あ、後ろここってこと？そうそう。もう全部。こういうこと？そうそう。これ嫌やって多分。その鏡ない？何が？じゃあベガのは分かんねん。伊勢志摩の時のベガのは分かんねんけど、今日なんかもう炎天下か知らんから。ほんで、これ黒沢さん黒沢さんのやつじゃん、借りてきたの。いや違う、それよりだいぶ余裕ある。ほんまで、これ後ろ剥がせて、おう、あ、まあここだから今守ってくれねえ。これ乗らせるのよ。あ、濡らしてひんやりさせる。そう、ひんやりさせることができるから。じゃ、行ってそんな機能できるから。これもう一個あるから。じゃ、俺もこういうのがいいね。もう一個あるから。俺もう一個。じゃあ原くん。原くんめっちゃ可愛い帽子かぶってきてんのに。いや、でもこっちの方が、うん、それでほんまに、あ、こんな感じなんや。似合ってる似合ってる、原くんは。似合ってるな。いい、なんかおしゃれや。花くんかぶった。そう、おしゃれ。俺おしゃれなってる。いい感じ。なってる。すごくいい。ほんま？おしゃれとかじゃないから。まあまあまあ。じゃあ、堀田くんごめんね。それ。ああ、全然大丈夫です。ちょうど2個しかなかった。全然大丈夫です。はい、気にせず。ほんまにごめん。はい、交換したのか、俺。大丈夫、大丈夫。ほんま？申し訳ない。うん、帽子あるんですけど。それは、だから、うん、だってこんなん、こんなんもう、向いてないもん。そう、ファッション用やからな、うん、そうそうそう。ヤマと向き合うときにこれはあかんわ、うん、確かにな。ファッションはちょっと舐めてました、ね、そうそうそう。なら今日だから乗せに来たんよ。はい、うん、うん、もう感づいてるとは思うけど、はい、ピザ作りでピザ窯がある。なるほどなるほどなるほど、なるほど。ちょっと会いに行こう。楽しみやわ。もう俺らが大好きな方よ。もう書いてるけどね。出た。かわいい。ホンタビレッジ来ましたね。ほんと嬉しい、うん、これ白のペンキを、はい、指で書いたんです。ええー、かわいい。かわいいよね。おしゃれ。太さとか。ポンタさんが書き合ったんですか？ポンタさんが書いてた。これもポンタさんとオフィス来たのっていう子が作ったんです。オフィス来たの？オフィス？オフィス来たのっていう子がいるんですか？はい。オフィス来たのっていう子がいるんですか？オフィス来た、オフィスっていう。オフィス？オフィス来たの？事務所みたいな。オフィスとどっちさんで？オフィスって子は大丈夫な？そんな名前つけて。ほんまにオフィス来たのの子ではない。ではない。ややこしいな。行きましょう。ほな、会いに行きましょう。いや、ようこそ、ようこそ。出てきた。ようこそ。おはようございます。おはようございます。すいません、ちょっと。はい、ようこそ。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと一日お世話になります、はい。わざわざこんなとこまで来てくれて、ほんまに。いいとこで、本当に。ずっと来たかったんです。ほんま、はい。ありがとう。ありがとうございます。まあまあ、ポンタビレッジは、こう、いろんなもんあるからね。はい。今日はちょっと、楽しんで。なんか、ポンタさん、ずっとウィーンって聞こえるんですけど。これつけてまして。これ涼しいやつですか？涼しいやつです。全然ちゃいます。全然ちゃいます。やっぱ外で働くもんはね、この危険と、はい。なるほど、なるほど。まあ、暑いですから。いや、もう最高の場所よ。ね、そのオフィス、はい、来たの？はい、オフィス来たの。くんは、芸人さんですか？いや、ちゃいます。あ、違うんですか？違うんですよ。え？
何の方ですか？オフィス北野です。ちょっと全然わからないですよ。芸人じゃないのに芸人っぽい名前をつけてるんですか？名前はね、あの風貌もパッと見たら多分あオフィス来たのやって誰もが言います。みんなが納得するほんますか、はい、風景ですから。へえ、ちょっと見たいな、気になるな。その方と一緒に、はい、この看板を作ったんですね。へえ、あといろんなもありますから、オフィス来たのと作ったものも。あ、そうなんですか。まずこれ見てみます、はい、こちら。うわ、すごい出た、はい、こちらピザ窯、今日の今日、はいはい、お世話になるポンタさんのこのピザ窯です、はい、これすげえな。これは私と、オフィス北野、はい、船長久保さんっていうね、この誰だ全員知らん船長久保さん、はい、船長久保さんという、はい、今の何人ですか？4人です。船長と久保さんは別？別です。あ、はい、船長久保じゃないです、はいはい、船長と久保さん、はい、でオフィス北の、はい、僕で作る4人で、はい、手作りです。いや、これ本格的ですね。手作りなんや、はい、もうさらちからこれ作りましたから。で、これどれくらいかかるんですか、作るのに？これはね、ものすごい気かかりました。へえ、あの一個一個乾かしていく、いかんとあかんから、この段ごとに。あ、なるほど。3、4ヶ月かかりました。ほな、もう徐々に一気に作れないってことなんですね。作れないんですよ、はい、でこの温度計もちゃんとつけてますから。なるほど ね、これ結構大事ですか、温度計あるないは。これがなかったら焼き上がりの感じが分かりませんから。へえ、こういうのも作らせていただいて。全然違います、これで焼くのと。全然ちゃいます。え、はい、家で食べる言うたら出前ですよね、はい、出前、はい、ちょっとやっぱり出前が時間経ってますやん、はい、でもこれはもう焼き上がりがチーズむちゃくちゃ伸びますから。うわ、本来こんなチーズって伸びんねやっていうぐらい。できますか？そんなに伸びるんですか、チーズって。これも手作りで、めちゃめちゃハンドメイドです。めっちゃ楽しい。そしてオフィス来たのと作った、はい、こちらのピンク色の、あ、かわいい、あ、かわいい。これも手作りです。オフィス来たのさんはこういう作る方なんですか？違います。あ、これ何してる方なんですか？普段ですか？はい、普段はまあまあいろんなとこいますわ。合ってると思います。え、どこかで合ってると思います。僕ら、はい、僕も合ってます。合ってます。何やったら結構合ってると思います。オフィス来たの、はい、わかります。誰、僕らと会ってる時もオフィス来たのなんですか？はい、完全にオフィス来たのです。なんでわからんねやろって僕逆に思います。もう誰が見てもオフィス来たのです。俺知ってんのか。はい、っていうこと、連絡先もひょっとしたら知って、作家さんですか？オフィス来たのか、僕の知ってる中に一人、うん、はい、オフィス来たの感溢れてる人。それなんなん、さっきからオフィス来たの感って。そう、ピンとけおる。奇跡的に今すごく元気ですけど、はいはい、1回事故で足粉々になったことあります？そうです。ああ、はい、オフィス来たの感ある。あれがオフィス、あれオフィス来たのやった。絶望的な事故起こして、はい、復帰されてますもんね、はい、今。奇跡の活動した。ああ、あれがオフィス来たの。毛長いですよね、はい、束ねて、はい、ね、眼鏡かけて、はい、オフィス来たのや。見てもオフィス来たのです。その方が。そうです。なるほど、オフィス来たのと。ほんでこれ作りました。オフィス来たのはいつもちょっと作るから来てやってたらすぐ来てくれる。来てくれます。へ、草刈りも一緒にやってくれます。はあ、その代わり僕が10やるうち1ぐらいしか動かないですけど、それがオフィス。何でも手伝ってくれはる。嫌な顔もせんとしないです。すごい、これもオフィス来たの。フットワーク軽い人や。で、ここですよ。はい、この山、これ涼しいです、さっきから。これは私一人で作りました。いや、すごいな。え、めっちゃすごい、ほんまに。これコンクリートもすか、ちゃんと、はい、意味が分かれへんもん。これ全部自粛期間中に、はい、これやりました。どれくらいかかったんですか、これは。で、1ヶ月、日にちをこう分けていったら1週間ぐらいですよ。まあまあ分けていったらいいか、ギュッとしたら、ただ1ヶ月ぐらいはかかってます。はい、めちゃすごい。ほんならここでピザ作らせてもらっていいってことですよね。はい、もちろん。うわー、ありがとうございます。楽しみ。虫取るんですか？虫も取りたいです。なんかいてます、のせは。はい、います。あのね、
そこの坂上がっていったら、ね、はい、います虫が。あ、ほんますか。ええ、カブトムシとかそのクワガタとかやっぱそんなの通りたいなと思って。ああ、いや、あのスズメマチ。あ、ダメです。あ、違う違う、全然その捕まえたい。や、全然捕まえてない。捕まえる駆除や思ってたんと違います。あ、違います。はい。え、どういう虫を。カブトムシとクワガタムシ。ミヤマクワガタと思って。見たことあります。あの、洗濯機に1匹入ってました。ああ、やっぱあるもんね。あの、あったあった。僕も田舎やったんで、はい、網戸とかに普通にカブトムシ捕まってる時とか、はい、で、入ってたんで多分いると思う。はあ、あれお父さん、これ奥さんなんか回してはりますね。あの、お二人が来られるっていうのでね、うん、ええー、はいはい。え、何を。プライベート用ですか。思い出。あの、私たちのちょっとあの YouTube やっておりまして。ちょややこしい。ちょややこしいっすね、同時は。なるほど。いろんなね、同時ややこしいって。テレビ出てはる人がね、もう来はるから。やめてくださいよ。本田さんも出てますよ。奥さん、あんな引き出取りやるんですか。ここ全体撮ってありません。ね、あの、なんかスタッフの人怒られるんちゃうかな思って、ちょっと離れて撮っとけって。ここ来てくれやったら、ね、いいですよ。ここ来てください、はい、ポンタチャンネルってことですよね。ドヒポンチャンネルになりましてね、はい、こんな客観的に撮るロケあります。あの、スタッフの人にね、怒られるんちゃうかな思います、ね、大丈夫、大丈夫です。怒りはしないから、あ、そうです。でもややこしいっすね。どうしていいですかね。はい、僕らも協力していただけるんで、ありがたいね。大丈夫です。もちろんです。奥さんもよろしくお願いします。ありがとうございます。帰りサインいいですか。いや、いりませんよ。いらないでしょ、僕らのサイン。いりませんよ。ピザをここで作って焼くんで。何からやるんですか。もうね、今回あの生地から、位置から作ろうかなと思ってて、はい、それはね、僕らもやったことないんですよ。あ、そうなんですか。いつもあの業務用スーパーで買うんですわ、生地は。あれ、カチコチの、はい、はい。それを、それの上に具材を乗せるんですよ。ピザ窯持ってんのにそこサボって。そこがものすごいサボるんですよ。あれあれやってて欲しかった。あ、そうですか。はい。やったことないんですよ。あれ、本来、やばいんだ。俺、ポンタさんは絶対知ってくれてると思ってたから、生地作りの。僕も。俺知らんで、生地作り方とかも知らないですか。知らん。やべえな。こういう引き合い怪しいな。まあ、とりあえず今から買い出しは行ってくるんですけど。うん、はい。大丈夫か。とりあえず行こうか。そうね。ね。うん。お金どうする。お金、ほんなら集めます。え？え？あのね、うん、僕らのこの旅ね、はい、みんなで自腹でやらしてもらってるんです。はい、だから、食材買うってなったらみんなで。出し合う。はい、出し合う。でも、一回一回その、ちま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 ね、はい、ちょっとずつ出すっていうのは、めんどくさいから一回お金集めてるんですよ。へぇー。はい。出してんの？え、はい、もうすでに集まったよ。いや、今から財布みんなの回収して。車の中やな。あ、ほな取りに行こう。一回行ってください。僕も取ってきます。ドキさんも。ええ、ポンタさんも。ポンタさんも。なんでやねん。なんでやねんな。俺も。ポンタさんも食べはるでしょ。え、食べるけど。俺も。はい、はい、奥さんは。奥さんも。奥さんも。あ、タマムシや。あれ、タマムシや。カヤムシ。あ、捕まえて。お、捕まえた。むちゃくちゃ貴重。うわ、綺麗。めっちゃ貴重。え、貴重なんですか。めちゃくちゃ貴重。え、どうしよう。車でしか見ない虫。やばい、ちょっと待って、まだ早い。怖い。怖ないって。え、綺麗。図鑑でしか見ない虫。奥さんのカメラも寄ってもらっていいですか。もうね、これな、どういう状況なん今。これどうやって入れんの。これ臭いとかないやつ。ない。むちゃくちゃ縁起。入った。いや、これはこれ貴重ですね。貴重です。もう都会では 100% いません。都会の公園とかの。これはインサートと出てもらおう。そう、これは。ほんで、逃がそうか。ちょっと分からない。いいですね。そうね。分からないですもんね。素晴らしい。頼むしちゃん。これ、めちゃくちゃ大きいで、ほんとに。マジですか。うん。あ、奥さん、これ、インサート。で、寄ってください、寄ってください。よかったなぁ。上に行っちゃってます。園芸道。マジですか、珍しいんですか。めちゃくちゃ綺麗。あ、すごいすごいすごい。上に行くんや。あ、そうか、逃げたいんや。もう綺麗。めったにいない。これが始まる前に、めちゃくちゃ演技です。すごい色やな。綺麗ですね。綺麗。
なんかたまにね、虫、本当に何々いう虫いますかってわざわざ来る人いるんですよ。あ、上がってなるほどね、遠方からとか、いやー大きい。ほんで西川さん長ない？長いな。どっちなんですかね、奥さんが早すぎんのかいや、俺奥さんが普通だと思うんで西川さん長い。で西川さんプロですよ。なんか酔いしれてんの飛び立つとこ、飛び立つとこいいね。飛び方がね、特徴あるんですよ。ほんで、あ、そうなんですか。ええ、普通の虫とちょっと違うのが。 OK、いた、もう飛ぶわ。おー、うわー、いやー、めっちゃいい。今のアングル奥さんの、多分奥さんのカメラの前をこう上がっていったから、すごい羽広げてね、縦にこうやって飛ぶんですよ。かわいい、すごいっすね。ほんまに綺麗でした。いや、素晴らしい、ありがとうございます。いえいえ、早速活躍したよね。ねえ、よかったね。持ってきといてよかったな。じゃあ、お金集めますちょっと待ってよ、ここ。なんかさ、みんなのお金やからってなんか言ってほしかったな。じゃあ俺ら勝ったけど、この標識あるか、はい、300円か、はい、アキナのアキナイチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。先生はこんな山の方でね、空気を吸いながら、出かけたことは初めてだったんだよね。ドヒポンチャンネルをお願いいたします